白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はアントが持ち株会社設立へというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。でまずアントフィナンシャルグループっていうのはどんな企業かっていうと、中国のアリババグループの一社ということですね。アリババグループというね、もう世界の中でも上位7番目ぐらいの時価総額の企業がありますけれども、そのアリババグループのですね、主にお金金融部門をやっているのがこのアントフィナンシャルグループという企業になります。で昨年ですね、2020年の11月に本来だったら上海と香港にですね、上場する予定だった企業なんですよね。でもし上場が実現していたら、3兆円の資金調達ということで、世界史上最高額での資金調達でが行われる予定だったということです。つまり全世界で最も注目されている企業の一社と言ってもいい企業ですよね。で、アントフィナンシャルグループっていうのは、提供しているサービスで、一番有名なのはアリペイという、スマホ決済を、ですね、提供している会社ということで、有名になっています。日本でもですね、例えばコンビニとかで、アリペイ使えますということで、歌っていたりしますけれども、やっぱりアントっていうのは中国の企業なので、実際はその ねアリペイっていうのは、中国で約10億人が、使っているというふうに言われている、サービスですね。中国で10億人で全世界で12億人が使っていると言われている、決済サービスです。で、アントフィナンシャルグループの、ビジョンですね、将来へのビジョンとしては、20億人が、アリペイを使うというそういう状況を作っていきたいという、ビジョンに基づいて、経営をやっている企業ということですよね。で、このアントのですね、ビジネスモデルっていうのは、日本にとってもすごくこうね、お手本になる、場合が多いということなんですよね。要するにこう中国に関してはそのスマホ決済っていうのが日本よりも先に進んだというところもあって、日本企業にとってはすごくこうね、お手本になるというか、すごくこう参考になる事例ということも言えます。実際ですね、ソフトバンク株式会社ですね、ソフトバンクグループの子会社であるソフトバンク株式会社のペイペイというのは、アリペイというのを手本に設計されているサービスということですよね。親会社のソフトバンクグループのですね、社外取締役が、アリババのジャック・マー、だったので、ジャック・マーと、ソフトバンク株式会社の宮内社長がですね、協力してっていうか、アドバイスをもらって、結局ソフトバンク株式会社ではそのね、アリペイの日本版ペイペイというのが、実際に、作られて、そして、2019年ですね、キャッシュレス元年と呼ばれた年に、日本で一番、普及したのが、ソフトバンク株式会社のペイペイというサービスだったということなんですよね。で、ここから今回はですね、もうちょっとこう一段階深掘りしてですね、ちょっと本質的なところっていうのも考えていきたいと思うんですけれども、じゃあそのアントのアリペイとかソフトバンク株式会社のペイペイって一体どうやって収益を得てるんだろうという、まさにビジネスモデルですよね、っていうことをですね、ちょっと今回は考えてみたいと思います。で、まずですね、アリペイというかペイペイっていうそのスマホ決済サービスっていうのは、はっきり言ったらね、収益でいけばもう大赤字なんですよね。もしそのスマホ決済で収益を上げようとしたら、その決済のたびに、お金が入る、つまり決済手数料を徴収する必要がありますよね。もしスマホ決済で、収益を得るとか黒字化するということでいけば、その決済してもらうために、お客様に決済してもらうたびに、もしくはその決済を導入している中小個人企業からね、その決済のために決済手数料っていうのを徴収する必要がありますよね。で、ソフトバンク株式会社のペイペイっていうのは完全無料ではないんですけれども、アントのねアリペイの方はもう完全無料なんですよね。だからお客様がどれだけこう決済をしてもね、お客様からも、そしてそのスマホ決済を導入している中小企業個人事業主からも1円も入ってこないという風になっています。で、なので、基本的にはこのね、アントフィナンシャルグループのアリペイっていうのは、一番有名なサービスなんですけれども、実は、お金は生まないんですね。
それはなんか Facebook グループのね、Facebook のね、Facebook だとか、ね、Google のね、Google 検索とかと一緒で、基本的にはまあどれだけ使ってもらってもまあ無料という状態になっています。なので、基本的に Alipay っていうのはまあ大赤字なんですよね。にもかかわらず、もし上場したら史上最高額の3兆円の資金調達になるというふうに言われているのは、まあ何らかで収益を得てるからっていうことになるわけですよね。じゃあ何で収益を得てるのかっていうことです。で、そうした時に基本的にはそのアリペイとまあ紐づいてその裏側で動いてる仕組みシステムとしてですね、まあ、G マ信用というシステムが入っているんですよね。G マ信用。で、これは何かっていうと、まあ、結局一人一人をお金の信用度合いでもう点数化してる、スコア化してる仕組みというふうになります。だからあなたはお金の信用が800点です、みたいな感じで、ね、自分のそのお金の信用っていうのが点数化、スコア化されているんですよね。で、これもなんかね、ちょっとこう、例え話、例えになりますけれども、ね、例えば、あなた英語力いくらですか？どれぐらい英語できるんですか？って言った時に、ね、私の英語力はね、TOEIC 800点ですっていうふうに、まあ、言うのと同じような感じで、ね、一人一人中国人、10億人とかが、まあ、信用化のスコアっていうのがついてるわけです。この人はお金に関してはこれぐらいの信用力を持ってます。ね、600点持ってますとか、700点持ってますとか、800点持ってますみたいな感じで、ね、信用化、スコア化しています、ね、それはなんでできるかって言ったら、まあ、その人のお金に関するデータっていうのが全部ねアリペイで、まあ、あるからですよね。誰がどこで何にいくらお金を使ったのかっていうのが全部データとしてあって、ね、そのアリペイの、ね、決済っていうのはデビットカードと一緒なんですね。クレジットカードではなくてデビットカードと一緒です。なのでね、そのもうアリペイで決済した瞬間に銀行口座からお金がボンと引かれるというふうになっています。だからちゃんと支払いができなければ、まあ、アリペイで決済できないわけですよね。だから、まあ、逆に言えば、アリペイで決済がちゃんとできているということは、しっかりと、まあ、銀行口座にね、その支払い分の金額っていうのが入ってて、まあ、お金に関してどれぐらいきっちりしてるのか、しっかりしてるのかっていうのが、まあね、はっきりわかるわけですよね。まあ、それで、こう、G マ信用で、ね、お金の信用力何点というスコアがついているわけです。で、そうしたときに、このね、アントフィナンシャルグループは、その G マ信用も別に収益は生んでないんですよね。一人一人のお金のね、信用力っていうのをスコア化するわけですけれども、じゃあそのスコア化するっていうことに関しての運用に関しても、別にね、収益は生まれてないわけですよ。まあ、まあ、はっきり言ったら一人一人の個人からしたら完全に無料ということになりますよね。じゃあ、アリペイの決済でも決済手数料入ってこないし、G マ信用の運用でもお金が入ってこないということでいけば、じゃあどこでお金が入ってくるのかっていうことなんですけど、まあ、結局結論から言うと、この G マ信用のデータをもとにですね、銀行にお客さんを紹介してるわけですね。このね、お金を借りたいね、人がいますと。いうことで、まあ、銀行にお客さんを紹介しているというのが、まあ、アントフィナンシャルグループの一番の収益源であり、まあ、一番根幹のビジネスモデルになっています。で、そうすると、まあ、銀行というのはじゃあどうやって収益を得ているのかというのはこれ簡単ですよね。銀行はお金を貸して、お金を貸したときに、まあ、金利っていうのをまあ、ね、追加で加えるわけですよね。まあ、例えば100万円お金を借りたって言っても100万円貸すわけじゃなくて、ね、実際返してもらうときは、まあ、例えば103万円貸して返してもらうとかってい こう金利っていうのをまあつけるわけですよね。で、その金利手数料っていうのが銀行の収益になっています。で、その銀行に対してアントはまあ、ね、お金を借りたい人を銀行に紹介してるわけですね。で、そうしたときに、まあ、結局銀行が例えば金利手数料をつけるというのであれば、その金利の3割がアントの収益になるという、そういうビジネスモデルになります。なので、まあ、銀行は、ね、お金の、ね、仲介業ですけれども、まあ、アントは銀行の仲介業、要するにお客様を銀行に紹介してあげる銀行の仲介業というのが、まあ、アントの一番の収益源であり、まあ、ビジネスモデルの本質になっているということですよね。
でこれがもし日本版ということでいけば、まあ、例えばソフトバンク株式会社がですね、アントのアリペイというのを参考に、まあ、ペイペイというのを作って、そしてそれをまあ日本全国ですよね、中小企業とか個人事業主に、まあね、決済の手段ということで、まあ、普及させましたということです。で、それがまあアントと全く同じビジネスモデルを使うということであれば、まあ、結局ね、その決済データっていうのを、まあね、ペイペイが持つことによって、でそのペイペイがですね、まあ、同じソフトバンク株式会社の、ね、グループ会社子会社の中の、まあ、例えばジャパンネット銀行に対して、ね、お金を借りたい人を紹介してあげて、まあ、それで紹介手数料を得るというのが、まあ、一つの考え方になります。まあ、ただ、アントのね、アリペイほどは、それは正直大きなビジネスにはならないということが言えると思うんですよね。なんでかっていうと、まずその国民のね、家計事情っていうのが全然違うということです。まあ、中国の場合はまだね、まあ、国の経済規模としてはアメリカに次ぐ世界第2位の経済規模にまでなりましたけれども、まあ、一人一人の国民の預金状況ということでいけば、はっきり言ったらまだ発展途上だと思うんですよね。だからお金を借りたいっていうニーズがすごくあるわけです、ね、ところが日本の場合は家計がですね、まあ、結局1000兆円の現預金っていうのを持ってるんですよね。現預金で日本は家計で1000兆円ぐらい持ってるわけです。つまりお金、ね、足りないんじゃなくて余ってるわけですよね。だからそのペイペイの決済データっていうのを、まあ、ジャパンネット銀行と、まあね、まあ、共有というか、まあ、お客様を紹介したとしてもね、1000兆円家計に現預金持ってるってことはお金を借りたいっていうよりは むしろお金貸したいわけですよね。余ってるわけですから、だから、まあ、日本の場合はそういうね、アントのやってるビジネスモデルはそのままソフトバンク株式会社にとって、まあ、大きなビジネスモデルにはなりにくいということです。まあもちろんね、だからこそ、金利っていうのも違うわけです。中国の場合はやっぱり高金利でお金を貸すことができるわけですよね。ね、やっぱりそのお金借りたいっていう需要がすごく大きいわけなので、だから当然高金利でお金を貸すってことができるわけです。で、高金利だからこそその3割っていうのがアントの貴重な収入源になるわけですけれども、まあ、日本の場合はそもそもね、お金を借りたいっていう需要が少なくても家計にはそんなにない、わけですよね。なので、まあ、結局お金を貸したとしてもそんなに高金利でもないということで、まあ、ペイペイを、ね、例えばグループの子会社のジャパンネット銀行に、まあ、紹介したとしてもそんなにね、大きなビジネスにはならないということです。ってなると、まあ、ソフトバンク株式会社としては、そのね、誰がどこで何にいくらお金を使ったかっていう、その決済データっていうのを、まあ、それ以外で何らか活用していくことによって、結局、例えばヤフーショッピングのね、売上を増やすって言った時にね、生かしていくとか、まあ、そういう、こう集客とかマーケティングにまあデータを活用していくことによって、ね、結局そのペイペイの、ね、決済に関しては完全に赤字なんだけれども、それを何らかの、 その、ね、金融情報、金融に関するお客様情報、顧客情報っていうのを、まあ、結局生かすことによって、まあ、トータルでは、ね、プラスにしていくという、まあ、ビジネスモデルになるということですよね。やっぱりこう誰がどこで何にいくらお金を使ったかっていう、その金融データっていうのはですね、実際貸借対照表には載らないですけれども、数字、貸借対照表という決算書には載ってないものの、実際はものすごく大きな無形固定資産ということが言えると思います。まあ、だからこそアントはね、まあ、結局中国で10億人、全世界で12億人の決済情報、決済データというのを持っているということで、まあ、世界で最も注目される上場案件になり得たということですよね。で、日本の場合も、まあ、まずはそのね、そのスマホ決済ということに関して言うならば、まあ、結局ペイペイが日本でダントツ1位の普及ということになったので、まあ、その、ね、データっていうのをまず、まあ、ソフトバンク株式会社が、まあ、グループとして、まあ、保有しているということです。それがまあ、ね、結果的には、まあ、5年10年っていうね、まだ実際その活用データをね、 どのように活用してどれぐらいの収益につながってるかっていうのはまだまだ全然今取り組んでる最中だと思うんですけれども、まあ、5年10年っていう長期で見た場合は、まあ、結局誰がどこで何にいくらお金を使ってるかっていうデータを何らか分析してですね、それを自社グループの中の集客、特にマーケティング、特に集客の部分に生かしていくっていうことになった場合、それがですね、結局そのスマホ決済で大きな赤字が出ていたとしても、トータルでは大きなプラスになるというビジネスモデルだということで理解していいのかなというふうに思っています。
はい、まあ、今回の動画のまとめとしてはですね、まずはそのアントのビジネスモデルっていうのは銀行仲介業であると、ね、銀行にお客様を紹介することが、まあ、収益の一番柱になっているということですよね。そしてもう一つは、まあ、誰がどこで何にいくらお金を使ったかっていうのが非常に、まあ、全世界の中では、ね、決算書にこそ載らないものの非常に大きな価値を持っている無形固定資産であるというのを今回のお話ということで聞いていただいたということになります。以上です。今回の動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。